黒沢関西は、江戸時代前期の儒学者。伊勢国出身。月空長官、日垣紀念明日に仕えた後、江戸に出て、旗本、黒沢貞行に仕え、林羅山に、儒家神道を学び、松江藩書大儒官となった。主張は、懐立花壇、本朝列助伝。真珠一致思想に基づき神仏分離を解き、出雲大社の漢文土造営に影響を与えた。 慶長17年7月20日トの時、伊勢国渡来郡山田西河原の御所の瀬古に、与村博則の次男として生まれた。陽名は次郎。5歳で父と死別し、7歳で、祖職や、高校史、八景史家、長根家、微話寮、山大史、漢学史等を暗唱した。8歳で廃科用銀次、9歳で、衣装権現象に、書法、大学、中用等を学んだ。 10歳で九五郎と称し、上映式目、定金往来、和歌楼栄集等を学んだ。玄奈九年十二歳で喧服し、広忠と名乗った。寛永三年一月はたらいて明日の紹介で、光臨時の清春に入門し、孟子を学んだ。寛永四年王子の下空長官、日垣常明日に出資した。家が貧しく、いつも、雲ん島の服を着ていたことから、周囲に、 文元島と生やされていたことを苦にし、寛永六年三月二十四日、浅間岳に行くと偽って家出し、日東常明日家臣、B の旧大友の弟当室を頼って、江戸に出て、江戸幕府場、安ず黒沢貞幸に出資した。寛永七年七月から九月まで貞幸の実父、プ、諏訪部貞吉と道の区国、 では国へ、官営十年、貞行と道の区国へ、官営十一年五月京都へ旅行し、九月帰宅後、自身を花子じ、居宅を交番下とこうした。官営十五年に一月島原、天草危険物のため九州へ向かったが、道中で終戦したため、故郷に立ち寄り、四月帰宅した。八月、貞行の地行地、武蔵区に小林村に赴き、領民の総論を仲裁した。 寛永15年10月、貞行の紹介で、林羅山に入門し、黒沢伊勢次郎と名乗り、成長を学んだ。寛永16年9月、道の区国外ヶ浜へ旅行し、寛永17年1月2日帰宅した。寛永18年2月7日幕府で、大田助宗を奉行、羅山を実務総裁として、寛永所家経図伝の編参が開始されると、羅山の小林春女と共に、 生は検事部を担当した。林門下での広忠の徴用ぶりについて、幕府国士官の諸生等が、もし現代に、検討士が派遣されれば、生氏は徳川光国で、福氏は加藤比べか、黒沢広忠だろうと評したことを、このおとまるに伝えられると、あと20歳ばかりはかければ、大使に遂行できたかもしれないが、福氏とは恐れ多いことだ。と語ったという。 寛永18年松江藩主、松平直政が羅山に、四つに松平綱高世話役の圧戦を求めたところ、広忠が推薦され、3月16日江戸の松江藩邸に出資し、初代受官となった。寛永20年、徳川藍越な生誕を祝うため、第5次朝鮮通信使が江戸に来訪した際、誠術官木屋敷と交流した。元年6月2日、 綱高平や諸詩番の支配を命じられた。慶安元年、貞行の命で母を江戸に迎えるため伊勢に赴いた。女王二年六月頃綱高に従い、出雲に赴任し、黒沢三左衛門と称した。万寿元年九月因元隆起が、御水野を上皇に廃越した際、中根正重に代わって、玉物島の所得を執筆した。漢文元年出雲大社の漢文土造営が、 復刻されると、松平直政に、神仏分離を働きかけ、漢文二年仏閣撤廃の方針が打ち出された。漢文三年七月二十七日京都一乗寺で、羅山の皇帝、石川城山と初対面し、生理学、闘争史を論じた。漢文六年、松平直政が江戸藩邸で死去すると、綱高により、江戸へ派遣された。 漢文7年7月1日小障番改め役となり、書方、手習いもそのまま務め、9月11日、直政、綱高年俸、11月1日半死遺書書の返纂を、命じられた。漢文12年9月15日5箇所要求集、御用を命じられた。遠方2年9月1日5番改め役から、大名分に転じ、禁じ詰め、書方もそのまま務めた。 遠方3年4月島根群、姿村に別荘を賜って、牧石山と合した。遠方4年7月28日隠居し、牧石山にちなみ一彩の合を賜った。遠方6年1月16日出雲で病没し、天林寺山頂に葬られた。死合愛し、再広っただこ最終的な六高は千国を数えたが、当時全国の藩寿で千国を救されたのは、福井藩寿。 伊藤拓安との二人のみだった。孟子に詩縮し、朱子学の大義名分論を重視した。林羅山の真珠一致思想を継承し、日本では天使子命による祭祀を皇帝の起源、アマテラス大臣による統治を、女徳の象徴と位置づけた。収益除家伝、万物はべりて思考して後に、男女あり。男女はべりて思考して後に、夫婦あり。 夫婦はべりて、思考して後に、不死あり。不死はべりて、思考して後に、勲章あり。勲章はべりて、思考して後に、上下あり。上下はべりて、思考して後に、礼儀あり、作句書あり。に基づき、イザナギの孫、イザナミソンは、日本の大野広し、ふっぎにあたる存在であり、この二柱が、夫婦の道を確立したことが、五輪の基礎となり、 日本を中国に劣らない国にしたと論じた。本朝列助伝では、山和姫命、神宮皇后等の助徳について、儒教の言う34徳でなく、政治能力によって評価する一方、全体としては帝婦、不死女の検証に重点があり、夫の死後も二層になるなどして、帝層を守った女性を好んで称賛している。ラザンは、 仏教伝来以前の神道をりあたり心地神道と呼び、衆の祭祀社会になぞらえて理想化したが、古代出雲は、その意味でりあたり心地神道の理想教であり、儒家流、徳自主義の神道をした、純風美俗の地とみなした。林家では、菅原道真を儒教の聖人として祀る天神信仰が行われたが、出雲国造家が、菅原氏と同じく、天の保の命を祖に持つことも、 出雲を真珠一致の象徴の地とみなす根拠となった。懐立花団には羅山から受け継いだ仏教批判が貫かれ、無謀最大の不幸とする、孟子の考えに基づき僧侶が子孫を残さないことを批判し、三好清行意見封じ十二箇条の国分寺事業を経済的負担として批判した箇所に同調するほか、手間天神社の伊丹少なび粉の陣を差し置いて、 薬師如来を崇拝するのは、家鳥りを軽んじ野形を愛するに等しいと非難し、出雲大社、日の見崎神社等の社殿、祭祀が仏教化していることを嘆いている。また、儒教的合理主義に基づき山戸武、宮スノ子美メの婚姻譚や厚田明神の八木ー化身説を非合理的と断じ、サダ大社演技に語られる、仏菩薩の化言を、今年の説話を、暴言非理の説と非難した。 懐立花団は、友人の出雲国造北島家上官作作寺清志の、他、出雲大社の新館に広く授業され、松平直政の筆記書ハッによる、神仏分離、古代回帰路線に、理念的根拠を与えた。晩年には、曲して、復帰となるのは、私は好まない。直して、貧しく癒しくなるのも、また願わない。直せず、曲せず、 ただ極直の間を行くのみである。との境地に達し、隠宅に極直の変額を掲げた。屋敷は当初潮見なあてにあったが、江戸中期に内中原町に移った。子孫は松江市に現存し、一最所用の采配等が伝わる。ありがとうございます。